え、どうしよう、何グラって書いた方がいいかな。これがいい。無理無理。こんばんは。よし、あ、ちょっと待って出れるかな、これ死ぬかな。あ、死ぬ、あ、死ぬわこれ。あ、死ぬね無理や、立てられへん、重さが。あ、いけたいけたいけた。あ、高いな。ちょっとまだ何グラが決まってないんですよね。すごいな、薪が残ってるよちゃんと。こんばんは。お疲れ様でした。夜公園行ったね、ありがとう。楽しかった、ありがとうございます。めっちゃ今日は夜公園めっちゃうねうねやねんけど、いい感じじゃね。やっぱデコない、デコないじゃないわ、前髪ないの楽やな。何グラム決めたいんですけど、面白いのないかなって思って。二幅きれい、やっとず。でも最近、でもね、でもね、昔の見たらね全然ちゃうんよ。初めて声入りました。お、ありがとう。つい事故だ事故。だいぶ広くなったな、昔に比べたら。あつ、ちょっとこの時間内に何グラム考えないといけない。どうしようかな、ほんとね。おもろいのが思いつかへんね、どうしたらいい。まず何番にしよう。でもね、1番がいないから1番で考えたいけど、一番難しいよね。どうしようかな。うん、2以外で考えようと思ってて。いっちゃってた？おお。うちが考えてた。ほんまに思んない。笑いをどうしても取りに行きたくなるよね。向こうで、向こうで、あ、うん、なんか、なんか向こうで見た人が思
見た人が思わない、もう見た人が何しやん、姉ちゃん軽いからさ、あれつけたいん、うん、高いね、うん、高いねん、それつけたら、あ、高くないわ、調整できるわ、え、そこ、そういうことするやろ、ほんまにさほんまに、うん、ほんまにそういうことするやろ、もう危ないねんから、もうあでこれさあ、もう怖い、ケース外さない、うん、ケースよ、あ、外さなくてもいけん、オッケー、ちょ、これな直して、ありがとう、おー、いけたいけた、なんか3番で、なんか向こうで思わず思わず通行人が振り返るようなメイクをしてもらえると思うんで、思う？なんやろ、見た人なんか、なんかあっちで見た人が思わず二度見しちゃうようなメイクを無料でやってるんですけど、わかんあ、うん？向こうで思わず通りかかった人が二度見振り返るようなメイクをしてもらえるんですけど、何の拍手、あ、分かった、3番で、やっぱ3番にバックさ、ちょっと言っちゃうねんけどさ、3番でなんか3番で、ハロー、何乗せていい、誰がしおりちゃん若干映ってるから気にしないでください、もう何でもいいですよ、フリー素材いや違うから、フリー素材ちゃうから何だっけ、サマでいや、ハロウィン、え、あんたハロウィンに何張り切ってんの、何がいいと思いますか、どっちがいい、ほんまにお笑いのセンスすぎて、向こうで、え、なんか、え、なんかあっちで通った人が思わず振り返ってしまうようなとびきりのメイクをしてもらったんですけど、てんてんてんと、ハロウィン何それ、え、ハロウィン何それ、そんなん張り切る人おんのしか思いつかないどっちかにしよう、おもんないですよね、分かってるんですよ、おもんないねん、おもんないよな、おもんないよねと思う、でも分かって、ハロウィン何それ、そんなに張り切る人おんの、もんない、誰も触れてくれへんの唇荒れてる、え、それでいいと思いますハロウィン何それ、そんなんに張り切る人おんの思いつかない、チュールの新 CM オーディション会場こちらと聞いてまいりました正直にどう思う今言ったやつ
誰も何も言ってくれないか、それでいいですか。もうね、なんか急にめっちゃ一生懸命考えるやん。いいかなそれで。あかん。いやうち大喜利に関しては自信ないね。そう短いのがいいよね。それでいいですかね。全然考え変えへんやつ。もう昼公演終わりから考えてこれ。やっぱなんかやっぱさ面白いって言われた方が嬉しい。可愛いよりも面白いって言われた方が嬉しい。ね、ナングラの3番、3番のめっちゃなんかハロウィンメイク。くげた。めっちゃ肯定してくれるやん。優しいな。ハロウィン何それ、そんなに張り切る人おんの。それでいいですか。もう分からんのよ正解が。もう分からん。いや正直多分な、思んないって思ってんねん絶対みんな。 絶対思ってるんでしょね。思ってるでしょ。ムード外人もっと面白い人になりたかった。もマジでさ自分がさその考えたやつ全然みんな言ってくれるんでめっちゃ悲しい。それでいいかな。なんかうちカメラ欲しいね。でも絶対無理やね。でも普通にでも映るんですもん。買いたいね。めっちゃおでこ広いな、びっくりした。じゃあそれにします。覚えとこう。ちょっと忘れちゃうかも。ちょっと忘れるかもしれない。誰かメモっといて。忘れるかもしれない。私の回答はハロウィン？何やそれ？ハロウィン？そんなに張り切るやつおんの？わら。あ、じゃあ仮装でいいか。仮装？仮装？そんなに張り切る人おんの？ああ、わかんない。見てこれ青いやつ、あの流行ってるやつ。これめっちゃ安かったね。30枚入りで600円ぐらいして。仮装そんなに張り切る人いるん？わらで張り切る人おんのや。仮装そんなに張り切る人おんの。気にします。やってよっしゃ、よかった。ちょっと忘れるから、ちょっと誰かインスタの DM でも送っとき。これめっちゃ分厚くてな、でもなリハの時めっちゃなしんどいんよこれ。でも
これ流行ってるやん。普通なんかその韓国のやつってさ、まあ、偽物やったとしてもなんか30枚やったらもうなんか何千円とかするやん。でもここのはマジです。そう、ライブの話をしたかったんですよ。ライブはまたでもライブ終わってからちょっと話したいこともあるんでちょっといろいろ。でもその夜公演が一人一人センターあるんですけど、私は匂わせじゃないけど、匂わせじゃない、なんか普通にめっちゃ嬉しい。なんかしっくりくるしっくりくると思います。きっと 誰もがきっとしっくりくる楽しみにしててください。昼はね、そうね、昼はでも言うてもすぐなんやなと思って早いですね。髪型はやるやつないえ、言われた言われた。明日やろ、なんでなん、仲良くないそこ、仲良くない、めっちゃ仲良い、なんでなん、森中さんと3人。おー、いいな、くそ、ずっと会いたい。くまさんヘアはね、多分できないわ俺、髪短すぎて無理。マネージャーさんがその前、そのやめ、何、今はいないマネージャーさんと仲いいんですけど、マウント取ってきた、めっちゃ、くそ、ワイだって、ワイだって、そうな人めっちゃ可愛いねんもん。だってそんな会いたいに決まってるやん。ツインテーラー今日で見納めです。ありがとうございました。今日見えてよかった、ありがとうございます。今何時かな、まだいけるか。そう、次はもうしないんで、そう絶対しひんと思ったけど、やっぱみんながやるならさ、やるしかないやんだからやろう思って。リンゴとかならね、してるかもしれへんけど、全員ついてる声でなかなかないよね。まあたまにはあれや、写真撮ったで、めっちゃ撮った、載せるわね。なんか今日アメリカの子供っぽい、どういうことこれで帰ろう、めんどくさい気がね。今日ユイナとお揃いやね、服。熊部屋公園とかあったんや、うん、ちょっとライブはぜひ、私にとって最後のライブやし、うん、なかなかやっぱ情報に立てることってないじゃないですか。私 NAB 入る前一回だけバックダンサーで大阪情報立ったことあるんですけど、でもなかなか普通じゃ立てないじゃないですか。
だから最後の情報を噛み締めてやってきます。公演もあと何回か分かんないんですよ。でもまたね、またね、ちょっとまた言えることがあるかもしれないね。じゃあそろそろ終わろうかな。多分公演次いつ来られるかほんまに分かんないんですけど、まだでもライブ終わってできる時にしようかな。ではランキングを見たいと思います。それでは発表します。13位がトキさん、ありがとうございます。12位がキョウちゃん、ありがとうございます。11位がサキ、ありがとうございます。10位がミユ、ありがとうございます。9位がケイゴミーさん、ありがとうございます。8位がライオンさん、ありがとうございます。7位がカナピ、ありがとうございます。6位がツンちゃん、ありがとうございます。5位がマットンさん、ありがとうございます。4位がマコッちゃん、ありがとうございます。3位がひまりちゃん、ありがとうございます。2位がゆかるん、ありがとうございます。1位がすみちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。ただチャンネル、あ、ただ先輩からね LINE 来た。そう、最近めっちゃその卒業生になってからめっちゃいろんなチームの方から LINE 来た。今日は公演ありがとうございました。また次はライブやな、ライブで見てください。ありがとうございました。またね、バイバイ。